ウエストがきつくて服が着れん、体型のラインがどんどん崩れてきた、体のあちこちが痛くて疲れやすくなった。もしこれ当てはまっていたら危険です。これ放置すると将来体幹や下半身、内臓を支える深部のインナーマッスルが低下し、背骨から出る神経も圧迫し、便秘になったり、足の筋力が低下し、痺れて動かなくなったり、肺活量や代謝も下がり、体力も落ちて内臓の脂肪も蓄積し、内臓まで壊して老化まで加速し、寝たきりになる可能性まであるから、ほんま早めに解決しよう。どすこい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。なんやねん、戦わんとかと思ってる皆さん、実は相撲をやって膝を手術し、その後も痛みが解消せんと動けなくなったりし、ボロボロで太ったまま引退しました。そこで今回はそんな体でも復活した方法と、1時間歩くより寝ながら3分、深部の腹筋を動かす専門的な筋肉を狙って、体幹や下半身の歪み、内臓の位置まで矯正し、代謝も上げて、便秘や内臓脂肪、中性脂肪、腰痛、股関節痛、膝痛まで解消し、リンパも流し、肝臓や内臓ケア、老化の予防まで幅広く体全体の悩みも解消する、セルフケア教室の井川です。皆さん、もしかして間違いを犯しているかもしれません。もしかしてこんな腹筋したり、グリグリ揉んだり、頑張って1時間歩いたりしてない？それほんま飽きません。必要な筋肉が狙えてなく、逆にあちこちを壊す可能性が高いです。実際にやって腰痛とか悪化した人は、今回の筋肉を狙わないと一生繰り返します。実はその必要な筋肉って、このような腹筋したり、1時間歩いたり、運動だけではなかなか単独で狙えない、体にはズボラでサボる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋は専門的な方法でないとマジで狙えません。なので、そのズボラ筋が隠れた原因で、そこを専門的に狙うのが一番の近道です。そこで今回の専門的に狙うズボラ筋は8つ。でもこの深部の腹筋エクササイズは、寝たまま3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋、1つ目、膝外側から小指側までの足首までつながり支える腓骨筋。ズボラ筋、2つ目、膝内側から親指側までの足首までつながり支える後頸骨筋。実は腹筋って、この足首のズボラ筋も狙わないと動きません。これ意外にみんな知られてない内容です。ズボラ筋、3つ目、肋骨、背骨、骨盤、体幹や内臓を支える腹横筋。ズボラ筋、4つ目、背骨、骨盤、股関節、太ももの内側までつながり支える腸腰筋。この深部の腹筋を動かすズボラ筋を専門的に狙い撃ちします。結果、ズボラから卒業してちゃんと動いて働くから、深部の腹筋が引き締まり、腰椎、骨盤、股関節や足首まで矯正し正常化するので、体幹や下半身、内臓までしっかり支えられ安定するので、背骨から出る神経の圧迫も取れ、下半身の動きや筋力も活性化し、腹式呼吸も深くなり、肺活量も上がって、便秘や腰痛、股関節痛、膝痛や下半身のしびれも解消します。そしてズボラ筋は深部のインナーマッスルも活性化し、代謝も上げて、下半身の筋肉も活性化されるので、結果お腹や足も痩せて、内臓脂肪、中性脂肪やコレステロールも解消され、肝臓の余分な脂肪も取り除かれ、脂肪肝の予防にもなり、肝臓も活性化し、リンパも流れるので、体内に入った老廃物や有害物質を解毒分解され、生産リサイクルが促進されるので、若々しい肉体も手に入り、いつまでも元気な体も保てます。ほんまズボラ筋ほっといたらえらいこっちゃっしょ。それでは動画、今日はここら辺で早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。まず最初にチェックしますね。まずお腹周りね、こうやってね、押していってみます。これおへそ周りから押していくね。これ上に行ったり下に行ったり、こう横に行ったりとか押していってみて。じゃあなんか硬いとことか、なんか変な感じがするとことかない？そういうのがあったら、腹筋ちゃんと使えてなくて、体幹もちょっと弱くなり、内臓にちょっと悪い影響を及ぼしやすい可能性高いです。次、腰の動き見るね。前にどこまで行けるのか、後ろにどこまで行けるのか。次、体もこうやってひねってみて、どこまで行けるのか。次、横にもこう倒してみて、この時に左右差があったり、どっか詰まるとこがあったら、もう骨盤、股関節、あとは下半身かな、全体的にこれ結構歪んでる。次、呼吸も確認するね。息、はーっと吐いたり、スーッ
っと吸ったりしてみて。これも終わった後めっちゃ開けるし吸えるようになるから。次ね、こうおへそからウエスト周り確認してみて。じゃあこれも終わった後結構へこむからね。そして終わった後にもう一回確認して、変わってたらちゃんとセルフケアできてるから安心してな。ではズボラ筋一つ目、まず膝のこの隙間のとこ握り拳1個分ぐらい開けときます。これ大体でいいからね。要は締めすぎず開きすぎんかったらええってぐらいから。次にかかとは動かさないで足の指を外側に向けます。そして膝の角度は大体90度ぐらいに曲げておいてください。次に足の指は軽くこう握っておいてください。要は足の指は反らなかったらいいので軽く握ってるぐらいでいい。そのままの状態をキープしたまま車のアクセルを踏むような感じでこのようにじわーっと踏んでいきます。車運転したことない人やったら消毒液足踏むやつね、それをこうやって踏むような感じでじわーっと踏んでいきます。そうするとすねの外側のところに力が入るので、入ったら反対も一緒ね。これをねじわーっと踏んで楽にする、じわーっと踏んで楽にする。これを繰り返していく。みんな、これいけるかな？足つったっていう人は、これ相当足首とか弱くなってるから、逆に言うと、そういう人って腹筋もほんま働いてない。でもこれ無理だけはせんので、結構釣りやすい人めっちゃするから。ほんで、やっていったらこれ辛いようになるから、無理ない範囲で続けていって。じゃあみんな行こうか。いけるかな？じゃあ行くよー。はい。じわーっとね。そうです。行ってない？無理したらあかんよ。そう。じわーっとね。じわーっと踏むのがちょうどいい。そう。じわーっとね。もうちょっと頑張ろう。はい。じーわーとね。はい、行くよ。じーわーもう少し頑張ろう。はい。じーわーとね。つってね。無理したらあかんよ。あと息止めないね。はい、そううまい。じーわーもうちょっと頑張って。はい。じーわーはい。じーわーもうちょっと頑張ろう。はい。じーわーとね。はい。じーわーもうちょっと頑張って。はい。じーわー。はい、もうちょっとね。はい。じーわーとね。はい、もうちょっと。じーわー。はい。じーわー。はーい、オッケーでーす。実際にこの後これでね、腰とか動かしてみて。じゃあ、これ結構動くっていう人は、足首が弱くて腹筋も動いてないっていうこと。ほんまね、足首からちゃんと狙わないと、やっぱ腹筋って結構狙えない。では、ズボラ筋二つ目。これも一緒ね。まず握り拳一個分ぐらい開けときます。大体でいいからね。で、足の指を両方内側に向けます。じゃあ、この時足の指結構当たるんで、かかとはちょっとだけ外にずらしてもらって構いません。要はこれ、重ならないとこぐらいにかかと外にずらしてください。ただここね、握り拳一個分だけは開けといてね。でね、さっきと一緒。車のアクセル、もしくは消毒液、ピュッピュッて踏むような感じで、じわーっと踏みます。そうすると、両方のすねの内側のところに淡く力が入るので、これをね、30秒間繰り返す。じわーっと踏む。そう。じわーっとね。これも足指そらんようにね、気をつけてね。じゃあ行くよ。いけるかな？つってない？大丈夫？無理せんといてね。じゃあ行くよ。はい。じわー。そう、みんなうまい。そう。じわー。そうです。はい。じわーっとね。お尻はできるだけ浮かさないようにね。結構お尻浮く人はかかとで踏んじゃうから、そういう時違うとこ入ってくるからね。お、車のアクセル、もしくは消毒液踏むような感じ。じわーっとね。さあみんなうまい。吸ってね。大丈夫？じわーっとね。ゆっくりでいいからね。じわー。はい、もう一度頑張って。じわー。さあみんなうまい。はい、一緒にね。じわー。でね、画面越しでもね、みんなムムムムム言いながら頑張ってるから、一人じゃない。でも、無理したらあかんからね。はい、もうちょっと頑張ろう。じわーっとね。そう、みんなうまい。じわー。結構釣ってるでしょ。釣ってる人ほんま相当足首弱いからね。じわー。はい、もうちょっと。じわー。はい、もう少しね。じわー。はい、オッケーでーす。これも一緒ね。また腰とか動かしてみて。動かしやすかったら、やっぱり足首のせいで腹筋周り結構動いてない人やから。では、ズボラ筋3つ目。まず下の足をこう、まっすぐ伸ばしてください。そして反対の方はこのように足前にするでもいいです。で、これ足前にしにくい人いる人やったら、このような感じで、ここにクッションとか入れてこうやって置いてもらうでも全然構いません。やりやすいところでやってね。要は下の足ちゃんと伸ばしてもらってたらいいだけやから。次に、下の足の足の指をこのように天井の方にこうやって向けます。で、次に手のひらを上に向けてもらって、前横よりか少し前の方に持っていきます。そしてそのまま下の足をこのようにちょっと浮かします。で、浮かした後に肩をですね、骨盤の方向に下げるようにこのようにじわーっと持っていきます。そうすると脇腹のところに力が入るので、これをね、上げてじわーっと下げる。そう、上げてじわーっと下げる。これ30秒間繰り返していく。みんなこれいけるかな？大丈夫？だからこれ足の指、これ内側向けるって大事やから、足首使わなあかんってことね。じゃあ行くよ。はい、じわっと上げて、はい、ぎゅーっと。そうです。ゆっくり上げてね。はい。じわーっと下げます。はい。ゆっくり上げて。じわー。
上げれる範囲でいいからね、無理ない範囲でちょっと上げるぐらいでもいい。1ミリ浮くだけでも全然構わへんから、はい、上げて、じわーっと、さあみんなうまい、もうちょっと上げて、じわーっとね、さあみんなうまい、上げてね、はい、じわーっと、そうです、上げて、じわーっと、ちゃんとみんな胸張ってる、胸張ってね、そう、上げて、じわーっと、首に力入ってない、入ったらあかんからね、そう、じわーっと、もうちょっと上げて、じわー、もうちょっと頑張るよ、上げて、じわー、そうです、上げて、じわー、もうちょっと頑張ろう、上げて、じわー、はい、オッケーでーす。一気に体ポカポカしてくるね。じゃあ反対も同じようにやっていくね。まず下の足こう伸ばします。で、反対の足をね、こうやって前に持っていく。持っていきにくい人やったら、こうやってここにクッションとか入れてパッと置くぐらいでも構いません。別にこうやって地面に置いてもいいからね。そして下の足の足の指をこう天井の方にこうやって向けときます。で、次に手のひら外に向けてもらって胸を張る。で、少し手を前に出しておいてね。そしてまず下の足を超軽く浮かします。で、浮かしたら肩をですね、骨盤の方に下げるようにこのようにじわーっと下げていきます。そうすると脇腹のところに力が入っていくので、これをね、上げて、じわーっと下げる。30秒間繰り返していく。じゃあみんないける？いけるかな？じゃあ行こうか。行くよ。はい、ゆっくり上げてね。じわーっと。はい。ゆっくり上げてから、じわーっと。そう。ゆっくり上げて。じわーっと。そうです。ゆっくり上げてね。じわー。息止めてない？息止めたらあかんよ。ゆっくり上げてね。じわーっと。もうちょっと頑張ろう。ゆっくり上げて。じわーっと。ほんま下の足ね、浮く範囲で全然構わへんからね。ちょっと浮いたら構わへん。さあ上げて。じわーっと。そうです。上げてね。じわーっと。もうちょっと頑張ろう。はい。上げて。じわー。息止めてない？息止めたらあかんよ。そう。じわーっと。じわーっと下げる。はい。上げてね。じわーっと下げる。そう。上げて。じわーっと。はい。上げて。じわーっと。もうちょっと頑張ろう。はい。上げて、じわー。はーい、オッケーでーす。メガネかけてる人は曇ってない。では、ズボラ筋4つ目。まず最初に足の指を軽く握って、足の指をこのように前の方に向けときます。ほんで、反対のすねの内側のところにこうやって足の裏を当てときます。この状態のまま、軽く上下にこのように吸っていきます。そうすると、股関節の前、お腹の前に力が入ってくるので、これを30秒間やっていくね。ほんで、この時にちょっときつくしたいっていう人だったら、下の股関節を曲げるよ。ちょっと多く曲げると、これ結構きつくなるから、それでも構わへん。やりにくいな思ったら、ちょっと股関節ね、下の方こうやって伸ばしてもらって、こうやってすると結構楽になりやすい。だから強度は自分らでちょっと決めれるからね、やりやすいところでやってください。じゃあみんな行こうか。いけるかな。じゃあ行こうかね。はい、どう。そうです。じわーっとね、ゆっくりでいいからね。結構みんなこれ早くするから、ほんまゆっくりで構わない。なんかね、早くしてもね、あんまいいことなかったりする。だから適度な速さでいい。股関節が曲げるの痛い人やったら、ほんまちょっと曲げるだけでもいいからね。内くるぶしのあたりでこうやってスリスリってするぐらいでも全然構わない。それでもな、一試合から全然大丈夫。あと股関節グリグリになってる人は結構股関節の動き悪いから、痛みなかったら問題ない。ただ無理だけはせんといて。うん。じゃあもうちょっと頑張ろうか。そうみんなもいい。よし。もうちょっとね。よいしょ。はい。もう少し。意外にきつくなってきたやろ。無理したらあかんよ。そう。もうちょっとね。はい。よいしょ。はい。はい、オッケーでーす。じゃあ反対も同じようにやるね。まず足の指を軽く握ってもらって、足の指を前の方に向けます。ほんで足の裏をね、反対のすねの内側のところにこうやってつけときます。ほんで上下にこうやってするだけね。ほんで負荷強くしたい人は下の足の股関節をちょっと曲げる。じゃあこれ負荷強くなるから、きついなと思えたらちょっと下げてもらっても全然構わへんからね。できる範囲のところでやろうか。じゃあ行こうか。行くね。よいしょ。はい。30秒間頑張ろうね。よいしょ。ゆっくりね。さっきも言ったように、なんか早くしてもあんまええことないから、全然ゆっくりで構いません。無理だけはせんといて。うん。よいしょ。はい、もうちょっと頑張ろう。みんなうまいな。よし。息止めてない？止めたらあかんよ。そう。ゆっくりね。よいしょ。そう。はい。じわっとね。じわっと。じわっとね。そう、みんなうまい。じわっと。もうちょっと頑張ろう。よいしょ。じわっと。はい。じわっと。よいしょ。はい。じわったね。もうちょっと頑張ってよ。怪我きつくない？大丈夫。きつかったら休んでいいから。そう。もうちょっと。はい。よいしょ。よいしょ。はーい、オッケーでーす。
全身ポカポカしてくるね。ほんで終わったからもう一回チェックするね。まずお腹の硬さこうやって見てみて、じゃあさっきよりかなんか変なとことか気持ち悪かったとか痛いところとかな、そういうの結構なくなってきてない。そうなると腹筋結構使えてきてるってこと。次腰の動きチェックするね。前にどこまでいけるのか、後ろにどこまでいけるのか。体もこうやってねひねってみて、じゃあさっきよりかめっちゃ動かしやすくなってきてない。次横ね、めっちゃいけるようになってるやろ。次呼吸も確認するね。息はぁと吐いたりスーッと吸ったりしてみて、めっちゃ深く吐けるしめっちゃ深く吸えるやろ。次ウエストね、おへそからこうぐるーっと確認してみて、じゃあさっきよりかめっちゃへこんでない。そしてこのエクササイズ後に合わせておすすめな下腹部もへこます方法もご紹介しますので、最後まで注目して見てちょうだい。これ寝たままできるし、正確にはたったこれだけ、めちゃめちゃ簡単でしょ。この毎日たった3分の行動力、これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。どんどん貯金してな。みんなここまで注目してみてくれてありがとう。その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そしてコメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここで今回のエクササイズ後におすすめな下腹部もへこますセルフケアを一緒にやって、もっと健康貯金を貯めましょう。あと概要欄に友達限定であなたのお悩みに合ったズボラ筋セルフケアは何かを簡単に診断できる方法を無料でプレゼントしてるから、これもチェックしてみてちょうだい。まずうつ伏せに寝転びます。この時ね、結構腰が反りやすい人は腰痛くなるから、お腹の下になんかクッションとか入れてもらってもいい。ほんでちょっとね腰浮かすぐらいだから、こういうクッションとかでもいいので、お腹のところにこうやって入れてください。そうすると結構腰に負担減らせるから。そしてまず両方の足の指をこのように内側に向けます。ほんでかかとがお尻に近づくようにこのように膝を曲げていきます。そうすると太ももの裏のところぐらいにね力入ってくるので、これをねじわーっと曲げる。そう、じわーっと曲げる、じわーっと曲げる。こうすると太ももの前の方も伸びてくるからね。でこれをねだいたい30回ぐらい、そう、じわーっと、はい、じわーっと。これをするとさらに反り腰も矯正し、下腹部ももっとへこむようになるので、合わせてやってみてちょうだい。それでは概要欄のプレゼント特典もチェックして、また次回お会いしましょう。これもね無理ない範囲でやってねー。